リクエストにお応えして、セオイルのフルバージョンを撮ります。ただし本日こちらでは設備がありませんので、前後の蒸しタオルは省略いたします。腰が冷たいですね。そうですか。力加減どうですかね。大丈夫です、ちょうどいいぐらいです。はい。
やっぱりなんか腰からお尻が冷たいのが気になる。これ飲んだ。大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、痛くないですかね。あ、ちょっと痛いかな。ちょっと痛かった。痛いですね。でも気持ちいい。痛気持ちがいい。あ、そこがすごく痛いです。
あー気持ちいい。はい。全然あの暖かさが違いますよね。こっち冷たくて、はい、こっちポカポカしてますね。はい。はい、ほぐしてあげると結構良くなりますからね。背中の高さも違う。そうですね。なってきますね。特にやっぱり力使ったりとか手先の作業が多いと手の疲れが腕の疲れになって上腕の疲れが肩こりになってっていう肩甲骨が引っ張られますので重みでそれがこういう硬さになって肩こりになりますね。うん、落ち着いてくれてよかったね。
くぐったいですかね。大丈夫ですか。大丈夫です。すごい痛いですね。脂肪もたまるんですね。固まって備えしてるので痛いですね。ここに贅肉ですね。はい。右も痛かったけど、そこまで。左側の方が知らないうちに溜めちゃうんですよ、疲れなり冷えなりを。はい、はい、右側の方がまあちょっと、でこの動かないところに贅肉つくんで、はい、右の痛いんですね。ですよね、ここが。そこが滑らかじゃないですよね。痛いっていう。一回溜まりますよね、これが。はい。そこが、まあ、やっぱりそういう場所ほど動かしづらくなるし、消えますし。その辺、その時より肩こりは楽になってますね。はい、良くなってますね。肩の痛みで頭痛はなくなりましたね、ほとんど。良かったですね。はい、前より肩ね、柔らかくなりましたもんね。そうですか。それは良かった。ちょっとでも気にかけてあげるとだいぶ変わりますからね。柔らかくなりましたね。
ちが硬いですね。これが後でちょっとデコルテラインも仰向けでやりましょう。はい、になりますね。デコルテの方を仕上げにやっていきます。いかがですかね。気持ちいいです。この辺を通してあげる感じですね。では、セオイル45分は以上のような形で、ありがとうございました。